はい、えー、皆さんおはようございます、えー、大学総理大臣の、えー、岸田文雄です、えー、第93回、えー、全国市長会議がまあ、本日こうして盛大に開催されますこと、えー、心からお喜びを申し上げます、えー、市長の皆様方にはまあ、日頃からまあ地域社会の発展また住民の皆さんの福祉の向上にご尽力をいただいていること改めてま敬意と感謝を 表し申し上げたいいと思いますまず先週、梅雨前線によ,り大雨やによる大雨や台風により、この広範囲で大きな被害が生じました。お亡くなりになられた方、被害を受けられた皆様方に心よりお悔やみと、そしてお見舞いを申し上げます。政府としては 地方自治体と緊密に連携しま被害からのま早急な普及に努めてまいりますそして先ほどま立川会長の方から今日の会議久々にリアルで盛大に開催するというお話がございましたま先月ま8日からま新型コロナを五類感染症に移行をいたしました ワクチン接種をはじめこのウイルスとの戦いに全力で取り組んでいただいております市長の皆様方に改めて熱く感謝を申し上げる次第です、まあ、引き続きこの備え万全にしながら市長の皆様方とともにこの社会の活性化経済再生に 向けてて取りり組んでいいきたいと考えておりますそして危機の課題であります物価高騰対策については本年1月から実施中の電気代ガス代の負担軽減などとともに本年3月にはコロナ物価予備費を使用し生活者事業者支援のための 1.2兆円の地方交付金、低所得子育て世帯への児童当たり5万円の給付金などを設けました。引き続き各市において、国民の皆様にいち早く支援をお届けいただくよう、お願いを申し上げる次第ですさらにこの新しい資本主義のもと 力強い成果が出始めている賃上げと人への投資、また民間投資の増加の流れ、これを加速することで、安定的な経済成長の実現に取り組みます、そして若者、子育て世代の所得を伸ばしながら、併せて少子化対策にスピード感を持って取り組んでまいります。 少子化対策については、先週お示しいたしました、子ども未来戦略方針案において、一つは若い世代の所得を増やすこと、二つ目として、社会全体の構造・意識を変えること、三つ目として、すべての子ども・子育て世帯を切れ目なく支援すること、 この三つの基本理念に基づく抜本的な政策の強化を打ち出しました骨太の方針までにさらに検討を深め子ども未来戦略方針を取りまとめます子ども子育て政策の強化は国と地方が車,と車の両輪となって取り組んでいくべきであり引き続き市長の皆様方と 協力しててまいりりたいと考えております骨太の方針においては、少子化対策、子ども政策の抜本強化のほか、デジタル田園都市国家構想による地域の活性化など、我が国を再び力強い成長軌道に乗せる経済財政運営を展開するための方向性、 これを明らかにしていますそしてマイナンバーカードですが先ほど立川会長のご挨拶の中にもございました地方のこの市長の皆様方にも大変なご尽力をいただきその累計の申請数が人口の約8割となりましたマイナンバーカードがデジタル社会のパスポート として本格的に機能していくためには個人情報保護と国民の信頼確保これが前提でありカードに関する関係するこの誤り事案を重く受け止める必要がありますカードの信頼確保に向け事案に関するすべてのデータやシステムこれを再点検再点検するなど。 この万全の対策を迅速かつ徹底して講じてまいります、えー、各市においても、えー、国と連携して必要な対策にしっかり取り組んでいただきたいと、えー、考えております、えー、そして、えー、今申し上げたさまざまな課題について、えー、この課題も含めて、えー、先ほどまあ、立川会長からさまざまなこの 国に対するこうした市長の皆様方が平素最前線で感じておられるさまざまなこの課題や問題意識についてこれからも丁寧にお聞かせいただきながらこうした現下の課題の対応に市長の皆様方と協力をしながら政府一丸となって取り組んでまいります。 ぜひ引き続きまして、改めてこのご理解とご協力をお願い申し上げる次第でございます。えー、結びに、全国市長会のますますのご発展と、えー、本日ご列席の皆様方の一層のご活躍、えー、心からご記念申し上げまして、祝辞とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。